皆さんこんにちは、横浜探検隊、パーソナリティの内子です。皆さんついに私の苦手な季節がちょっとずつ来ております。いや夏好きな人ごめんね梅雨入ったしね、ムシッとするし、でこれが終わったら暑くなるのかって思うと私ちょっと、まあでも頑張りますまあね、去年なんか涼しくなかった、私の気のせいかなはい、まあね、まあ季節はね順番に巡ってくるんでね、梅雨頑張っていきますあ、でもあれですよね、熱中症とかね、そろそろ始まるじゃない、なんだね、怖いですよね熱中症ね。はい、梅雨でもねなるっていうんで皆さん気をつけてくださいね。はい、というわけで季節6月なんですよ、私撮ってるのはい、のちょっと前だな、これ5月の13日にですね、象の鼻テラスにて横浜スカーフマルシェが開催されましたので、そちらのねイベントにちょっと私取材に行ってまいりました。はい、大好きです、象の鼻パークと象の鼻テラス。はい何のアピールだろうはい、そこでですね、横浜スカーフマルシェ開催されました。私はですね、何人で行った？私含めて3人行ったのかな。で3人でちょっとね結構盛りだくさんだったんですよ、内容が。なのでちょっとお話しする内容を3人で分けようって言って、たまちゃんとあと樋口さんと私で3人で分けようって言って、で私、スカーフの歴史とスカーフの工程ですかね、はいスカーフを作る工程ですね、はい、ご紹介します。若干硬いかなはい、まあね、横浜とスカーフ、まあシルク、キートですね、はい、こちらはもう切っても切れない関係ですね。はい、1859年にまあ開港して以来ずっとですね、輸出のもうナンバーワンですよね、輸出港として、発展してきて、で開港当時はですね、まあそのナンバーワン、日本で一番の輸出品だったそうでございますね。キートはですね、群馬とか他にもね、なんでしょう、カエコからキートを作る製紙工場があったので、まあそこで作ったのをこう横浜に集結させて、で輸出するっていう、そういう地域でもありますので、もうなんだろう、横浜イコールシルクスカーフって言っても過言ではないんじゃないかなっていう気がします。はい、そしてですね、会場となってた象の鼻テラス、まあ象の鼻パークですよね、行ったことあります？私も結構最初に行ったのがね、実は仕事で行って、あ、こんなところあるんだって思って行ったのが最初なんですけど、まあ開けてて、なんかそこだけ時間がのんびりしてる感じがして、私は超好きです。あそこで今度こそ暖かい時期に象の鼻の何ですか、ソフトクリームをね食べたいと思います。だいぶ前に食べたのはね、1月の気温一桁の時だったのでなんで寒い時に食べんねんってみんなに言われましたはい、まあそのね、あ、象の鼻パーク、なんか脱線した象の鼻パークもですね、そのシルクのキートのね、輸出の港として、でまた保税地域、保税地域なんて言ったらいいんだ、保険体育の方に税金の税で、まあ、保税って言うんですけど、保税地域として限定されてたので、一般の人はね入れなかったんですって。でそれが解除されて今は公園っていう風になったんですけれどもね、なんかあんな広いのに入れないし遊べないしもったいないなって思ったけどまあまあそこはね、時代をねこう表してるのかなって思いながら聞いてました。はい、そして、昭和34年にですね、シルク博物館、はい、横浜長くありますよね、シルク博物館。私もだいぶ前ですよね、なんか紹介したの、シルク博物館いつはい、まあそこが誕生しました。はい、まあシルク博物館でもね、まあ科学、農業、美術
の視点でシルクの魅力を紹介しておりますので、ぜひ皆様足を運んでみてください。あの勉強になります。はい、あのなんかキャラクターいたんですよあそこあの眉の形して眉るん白いね。でもね、会場行ったらなんか超大きくてびっくりしますよあれはい、ね、あのそこでもね、あの紹介、歴史をね紹介してますので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。はい、であのシルクってあのまあいろいろね法律が厳しかったんですけど、何年ぐらいだろう、なんかここ最近なんだよねって話を聞いたのは、あの化粧品とかに使って OK になったっていう、それまではダメだったんですけど、あのうち結構父があのアトピー性のね皮膚炎で、あのどうしようって言ってた時に、そのシルク入りの乳液、美容液かな、をね買って塗ってるんですよ。で、あの肌に本当に優しいので、なんか痒くもならないとかって言って、すごい喜んで使ってますね。はい、なんかシルクってそういうね特徴もあるんだなとかって思いながらね、それを活かせなかったのって本当に残念だなって思いながらね、法律が変わってよかったねみたいなはい、あ、そしてでスカーフですかね、スカーフシルクが出来上がるまでの工程ですね。白がですね、なんかいろいろ飛んでる今日はい、まあ、順番にねスカーフが作られるねお伝え、あの工程をねお伝えしようかなと思います。まず、あ、これはですね、あの150周年、開校150周年記念の柄の場合こういう風に作ったんだよっていうのをねお伝えしてくれました。はい、まずデザインしますね。デザインがないと始まりませんまあ無地だったらいいんだけどねまあデザインをね、あの考えます。まあ150周年記念の時は応募とか要望があって、あのデザインを作りました。で、型を作ります。そのデザインの型ですね、これを、14回、試行錯誤してこう作っていくんですね。で、次に配色、色を決めていきます。はい、で2色作るんですね。例えば赤も濃い赤と白い赤とか、青も濃い青、薄い青っていう風に、なんかその2色をこう並べてる、このなんて言うんでしょう、あの配色表みたいなのがあって、それを見せてもらったんですけれども、まあ2色作ります。はい、そしてあのそれでこう色を合わせてって、あの薄い色からね、薄い色からこう入れてって、どんどん濃くしてって、うん、決定っていう風になるそうです。で、次に、染色染めていきます。ただ布はですね、まあね、あのお店に出てるのは1枚のね正方形なんですけれども、あれが23メートルだそうです、あの作る時にはねまあ業界では25ヤードっていう風に言ってるんですけれども、まあ、23メートルの超超超超長いあの生地にあの染色していきますはい、どんだけ50メートル走4本走れるよねはい、で次に 2,3 時間乾燥させます。はい、乾燥しました。そしてここがね面白かった、蒸すんですって。一回染色して蒸すんだね、私知らなかったはい、で蒸します。そして色が定着したらちゃんと洗います。ちゃんと洗いますよあれはねで、今度は切って端を塗ってって完成っていう風に、そしてお店に並んでいくっていう風になってます。はい、でですね、端ね、あれこう4辺あるじゃないですか。で1辺ずつで 1本塗ってるのかなって思ったら、一周ぐるっと1本の糸で縫ってるそうです。そうするとね、ドレープ、なんでしょう、ひだ、あの布のひだが綺麗にできるそうです。はい、なんか最後駆け足になっちゃった。はい、というわけで、今日は、5月13日に行われました横浜スカーフマルシェの、私はスカーフの歴史とスカーフの作る工程をお伝えしました。というわけで皆様、また次回お会いしましょう。お相手は内子でした。それではまた次回。